詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます、こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらんにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今は、寒い日は続いておりますが結構、元気に過ごしておりますが、こういう調子のいい時ほどですね、夜中に作業を頑張ってしまって徐々に睡眠時間が減ってしまっているという感じなんで、今日こそは、10時半にちゃんと寝て、5時に起きるという生活を、今日こそはやろうと思います。昨日結局11時半とか12時まで起きてちゃったんで、そう5時間睡眠になっちゃったんですよね。本当にここはダメだなといつも思っております。あとは娘は本当に日々元気になってきて、今1歳、8月くんはだからそうですね、9、10、11、12、1歳4ヶ月にそろそろなるところなんですけれど、最近はもうお母さんと一緒見ながらですね、もう一緒に踊ったりちょっと多分歌ったりとかですね、やってるんで、これはもう我が子は調子いい子になりそうだなと勝手に思っております。では今日の本題ですね、いきたいと思います。では今日はですね、改めまして、だいぶ、初歩的なわけではないんですけれども、シンプルにいきましょう。詩吟をやることの健康的なメリット、10個ということでお話ししたいと思います。詩吟やっていると健康的に見るとですね、こんなにメリットがたくさんあるんですよという、そういうお話です。肩肘張らずに気楽に聞いていってください。今日の内容はですね、いろんな、ところから情報があります。一つは私の体験談、実際の実体験もありますし、あとは一緒にその詩吟をやっていた方の年配の方からのおっしゃっていたこと、あとはですね、フリーランス的な活動をしているとお知り合いの方ですね、医療関係者の方とかもいらっしゃるんですよ。そういった方からですね、詩吟どんなところいいですかねみたいな話を聞いて、それでちょっと口頭でですね、お話ししてくださったことなどを今日はご紹介したいと思いますので、明確な医学的根拠があるというふうにはないんですけれども、気楽に聞いていていただければと思います。そう、詩吟やっているとですね、自分でもサラとひたすら考えていたんですけど、10個ですね、あるんですよ。だからやっぱこれは良くてですね、来年のから早々に、デイサービスとかですね、老人ホームとかでもそういった視点で、詩吟の講演をやりたいなと思っているわけなんですが、順番に行きたいと思います。ではまず、一つ目、まずは、大きな声を出すことによる、呼吸器系のトレーニングですね。この呼吸器系、息を吸ったり吐いたりする、もしくは飲み込んだりするというこの咽喉ですって言うんでしたっけ、そこがだいぶ鍛えられるよということを、医療関係者の方から聞きました。そう、こんなに大きな声を長時間長く、やるってなかなかないんですよね。歌とかであってもですね、大きな声を思いっきり出すわけでもないし、それを長時間やるわけでもないんです。出し続けるっていうことも、なかなかしないんで、そういった意味でですね、呼吸器系も鍛えられるし、飲み込む力も鍛えられていいよねということをお話ししておりました。あとはですね、大きな声出すとですね、シンプルにストレスが発散されるんですよ。いろいろもやもやした悩みがあるんですけれども、それもそう、思いっきり吟じて、声出したらですね、軽くなったなという風になります。半分とか三分の一とかですね、そんな風にもなりますんで、二つ目はこのストレス発散的な意味も、これもやっぱり健康としては大事かなと思います。そして三つ目は、口を動かすことで表情筋が鍛えられるということですね。詩吟は、やはり日本語をより美しく正確に、まるでアナウンサーになったかのように、丁寧に、言葉を発する必要があります。それだけやっているとですね、唇を大きく、口の中の舌もですね、しっかりと動かす必要があるんですよ。なので、詩吟をやってよりうまくやろうとすればするほどですね、この表情筋の方が鍛えられていくかと思います。そして三つ目はですね、
記憶力ですね。この詩吟の詩文を、ちゃんと覚えて吟じようとするということ、これ自体は間違いなく記憶力のトレーニングになります。最初は、五言絶句とか七言絶句とかでやっていたのがですね、律詩ができるようになって、しまいには調子まで、できるようになってくるといった方も、本当に、70代、80代の方でもいらっしゃいます。こんなに長いしよく覚えていられるなというふうには思うんですけれども、やはりですね、これは詩吟をやっているからこそ、そしてちょっとずつ成長していってるからこそですね、できる芸当なんですが、まあ、こういうふうに、何歳になっても記憶力がトレーニングされるということで、これも大事なところかなと思います。そして今4つ目まで言ったのかな、5つ目はですね、人前に立つ機会があるんで、そういった意味でちょうど良いストレスをもらうことができるんですね、メリハリのあるストレスと言いますか、やはり、そう、人前に立って発表するという機会ってなかなかにないんですよね。とりわけ詩吟というものは舞台に立って自分が声を発するということなんですよ。ちょっとしたなんか他のことでごまかせないんですよね。舞台に立つというの、まさにその通り。しかも場合によっては独吟でですね、本当に自分しかステージ上にいないというストレスなんですけれども、その発表がやはり近づいてくるとドキドキするんですよ。まあ、このドキドキはもちろん人にはよると思うんですけれども、まあ、最初からですね、そんな全国大会に出るというわけでもないです。手近なところでの発表会とかですね、詩吟の教室の中での発表とか、そういった意味での程よいストレスというものは、やはり人生において大事かなと思います。そして6つ目ですね、これは姿勢が良くなるという、この背筋のトレーニングになるということですね。詩吟、まあ吟じるときに大会によってはですね、この姿勢の良し悪しも判断されるところがあります。あとは、まあ、いい声を出そうとしたら姿勢を良くする必要があるんですね。そういった意味で詩吟をトレーニングしているということは、姿勢もですね、自然と意識することになります。だんだん数が分からなくなってきました。7つ目ぐらいですかね。7つ目ぐらいでしょうか。7つ目はですね、もうここからはちょっと変わってくるんですけれども、好奇心ですね。好奇心のトレーニング。これはもうまあ、健康というと、講義の意味になってくるかと思うんですけれども、きっとその年を重ねていくにつれてですね、好奇心というものが、どんどん弱くなっていくと思います。まあ、僕の両親は今70前後なんですけど、まあ、どっちも衰えてはいないんですが、それでもですね、きっと30代、40代の頃に比べれば、やっぱり変わっていくのかなと思います。そういった意味でですね、この詩吟、その背景はどういうものなのか、この人物像はどういうものなのかですね、最近の私なんですけれども、そういうところに着眼していくとですね、だんだんと、もっともっと深く知りたいとか、それに関わるところを知っていきたいというふうに好奇心が刺激されていくということで、これもやはり、広い意味で健康的に良いかと思います。あとはですね、八つ目、これも同じ流れになるんですけれども、旅行するきっかけになるんですよ。まあ、あまりに年配の方になると、本当手近なところしか行けないかもしれないんですけど、多分60歳、70歳ぐらいまでは行けるんじゃないかと思うんですが、この詩吟の監視のゆかりの地に旅行するという方結構いらっしゃるんですよね。私も思います。あまりできていないですが、ただ旅行先がですね、観光地があるとかというよりはですね、ここってこの監視の場所かっていう風になると、その監視をふと調べてですね、あわよくば吟じたくなるんですよ。七尾城とかですね、仙台城址の方とかですね、松島とかですね、そういったところ行くと、そっちの方が気持ちが湧いてきて、むしろそういう場所が近いとちょっと寄ってみたいなというふうになるんです。だからまあ今行きづらいですけども、やっぱり中国もですね、行ってみたいなとか思うわけです。まあヨーロッパはないんですがね。そんな感じで、この旅行に行ってみようというこのきっかけになる、だから旅行するという行動自体がやはり健康にいいんですね、そういった意味でいいのかなと思います。九つ目、これ言い忘れてました。聴覚が、聴覚のトレーニングになりますね。詩吟においてやはり音程というものは大事です。これはまあ音楽の一種になりますので、より良い吟をやろうとすると、音程がずれないように、聞き分ける必要があります。だからですね、スタナドレミファソラシドの1音1音の変化ではなくて、2分の1音、4分の1音、8分の1音と続けていくにつれて、そういった耳が鍛えられていくということ。これもまあ間違いなく健康にいいかと思います。あとはですね、まあこれ、
知り合いの年配の方がおっしゃってたんですけれども、やはり、自分一人でですね、年を重ねていくと、だんだんと元気がなくなっていくんですけれども、詩吟やっているとですね、80歳でも90歳でも元気にやっている方が本当に多いんですよ。発表会とか大会とか、まあ、詩吟教室に行っても、もう結構いらっしゃるんですけれども、ああ、こんなにいるんだなぁと、若い自分でもですね、見て結構驚くところがあります。で、100歳で表彰されましたとかいうのもあまり珍しくないんですね。なので、そういった、年配の方でも、元気に吟じている方がたくさんいるということを知れるということで、知れること。これ自体がですね、やはりこのメンタル的にトレーニングになるんじゃないかなと思います。ということで、今日は10個、もう思い出せないんですけれども、健康的な意味でのメリット10個をお話ししてみました。いかがでしたでしょうか？こういうメリットもありますよというのがあればコメント欄でいただけると嬉しいです。よし、では後半一つ吟じたいと思います。今日はですね、だいぶ特徴的な吟を、普段多分詩吟教室に行っていて絶対にやることのないと断言できるようなマニアックな吟を吟じたいと思います。そして内容については今日はお話しする時間と勉強する時間もあまりなかったので、もう漢詩を読んで、すぐ、吟に行きたいと思います。今日吟じるのはですね、俳諧歌ですね、俳句とかのに一緒にくっついてくる俳諧歌、その定義全然違うと思うんですけど、俳諧歌で松尾芭蕉のものになります。老いの小文というものから旅立ち一節のところを抜き出したものになります。では、まず詩文というんですかね、歌を読んでいきたいと思います。百枚九橋のうちに物あり、仮に名付けて風羅帽という。誠に薄物の風に破れやすからんことを言うにあらん。彼、教区を好むことを久し、ついに生涯の計りごととなす。神奈月のはじめ、空定めなき景色、身は風葉の行く末なき心地して。旅人と、旅人と、我が名呼ばれん初しぐれ。こういった内容になっております。最後はですね、俳句がくっついてくるんですよ。これは僕が本当に先生から教わって、どれぐらいかな、結構小さい頃にこんな面白い漢詩もあるんだよというふうに、こういう詩吟もあるんだよということで紹介してもらってですね、あ、これはかっこいいなと思って必死に覚えた記憶があります。本当には普段詩吟教室や大会だけやっているとですね、こういう詩文に出会う機会は多分本当にないと、少ないと思いますんで、今日は、吟じていきたいと思います。内容については老いの小文、芭蕉で調べてもらえればきっと出ると思います。では途中で、この陰音階から陽音階に変わるというところも面白いので、それも踏まえて聞いてみてください。老いの小文、旅立ち一節、芭蕉。百枚九橋のうちに物あり、仮に名付けて風羅帽と言う。誠に薄物の数に破れやすからんことを言うにあらん。彼、教区を好むことを久し、ついに生涯の計りごととなす。神奈月のはじめ、空定めなき景色、身は風葉の行く末なき心地して、旅人と旅人と我が名呼ばれん
つしぐれ我が名呼ばれん初しぐれ いかがでしたでしょうか。俳句はもうガタガタだったんですけれども、まあ途中はですね結構楽しく吟じれたかなと思います。まあこれはですね本当に僕も先生から何回かしか聞いていないんでどういう吟じ方が本当にいいのかというところはわからないんですが、まあこれは本当に素読を繰り返して、自分なりに咀嚼してやってみればいいんじゃないかなというふうに勝手に思っております。あとは途中ですね、音が変わったところわかったでしょうか。神奈月の始め空定めなき景色、ここからですね この音を取ればいいと、ここから4音階に切り替わっていくという感じで、ここが僕面白くて必死に練習した記憶があります。どれぐらいかな、本当高校生ぐらいの時、20年前ぐらいですね。ということで今日はこういう詩をご紹介させていただきました。こんな感じで、詩吟はですね本当に漢詩、俳句、和歌だけでなく、こういった俳諧歌とかですね、雨にも負けずとかのこういった身体詩とかもいろんなものも詩吟になるので、もっともっと自由で広がりのあるものなんですね。ぜひぜひ興味を持っていただければと思います。では今日はこんな感じですかね。はい、詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。